横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の大貫、対するタイガースの先発はエースの秋山、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。ベイスターズピッチャーを変えてきました。大貫降板、マウンドに上がったのはシャッケルフォード。今日2番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。1球目ストライクから2球目ストライク、これで追い込みました。投げた153キロ速球、空振り三振。シャッケルフォード見事なピッチングです。第1球投げた1球目ストレート空振り、いきなり155キロ、見送ってストライク。第3球を投げた、カットボール、見逃し三振。バッターは7番小野寺、ここまで2三振といいところがありません。さあ次の投球ストライク、これで追い込みました。一つ外したボール。第4球を投げた、外角低め、空振り三振。リプレイをご覧ください。上空には花、秋山見事な完封勝利。ベイスターズ1点差に届かず敗れました。阪神タイガースの勝ちでございます。勝利投手秋山、敗戦投手大貫でございました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた秋山、本当に今日は大活躍でした。